松本駅は、客座聖徳太子、と呼ばれるほど複雑で詳細な自動放送案内が行われている。言われてねえよ。あなたも松本駅の自動放送のプロになりたくはないだろうか？興味ねえよ。これはそんなプロを目指す意識斜め上に高い系の人に送る、松本駅の自動放送について適当に解説する動画である。だから需要ね。皆様こんにちは。アシスタントを務めます。日本最速の新幹線、E5 系です。皆様こんにちは。需要がないのに自動放送中にゆっくり解説をつけるという暴挙に出た制作者に呆れている、解説担当のユニちゃんです。乗っけからそれですか。だって自動放送中ですよ。再生した視聴者の皆様からすれば。さっさと上のおばさんの声聞かせろ。って話じゃないですか。それはまあそうなんですが、制作者のあの人が、そのまま自動放送に字幕をつけて投稿でもいいんだけど、松本駅って詳しすぎる分、ちょっとパターンがつかみにくいんだよね。だったら放送パターンについて解説するパートをつけた方が、見ている人たちにもわかりやすくなるんじゃない？わかりやすくなるよね。わかったらお前たちは黙って私の作った原稿を読み上げなさい。って言うんだからしょうがないんじゃない？まあ制作者もこの自動放送集作りながら、あまりのパターンや例外の多さに頭抱えてたし、こういうのもありかもしれないわね。というわけで早速始めていきたいんだけど、一つ聞いていいですか？なんでしょうか？お前誰だ？何言ってるんですか？ユニちゃんに決まってるじゃないですか。ユニちゃん？まず基本的な話として、松本駅の駅自動放送は大きく分けて以下の6つの流れをたどります。まず1つ目が、詳細接近放送。このパートでやってくる列車の種別、行き先などが流れます。いわゆる接近放送と呼ばれるパートがこちらになります。2つ目が、簡易接近放送。これは接近チャイムに続いて番線と列車が来ることだけを告げる簡易放送が流れます。基本的に例外を除いて全種別番線が同じであれば同じ放送が流れます。三つ目が、到着放送、いわゆる、松本で始まる放送ですね。このパートでは駅に着いた列車の案内に加えて、その列車に乗っていた乗客に対する乗り換え案内も行われます。かなり詳しい乗り換え放送が流れるんですよね。JR 東日本エリアでは屈指の詳細な乗り換え放送が聞けますね。さて4つ目が、停車中放送。松本駅である程度の停車時間が確保されている列車で流れる放送です。内容的には到着放送で流れた列車の案内に被る部分が多いです。松本駅は主要駅なので特急あずさを中心に、松本駅市終着の列車が多いですから、聞ける機会も割と多いですね。5つ目が、発車予告放送。文字通り列車が発車する前に、乗車を促す目的で流れる放送です。状況によりますが発車には十数秒程度余裕がある場合が多いです。6つ目が、発車放送プラス発車メロディー。この放送が列車乗車の最終案内となります。放送が流れ終わると車掌の判断でドアが閉まり、発車となります。これで大まかな流れは以上となります。それでは各パートについてもう少し掘り下げていくことにしましょう。このパートはどんな列車であるかによって放送分が変わります。まず上の2つですが、こちらは内容そのままの放送が流れるので、割とすぐにわかると思います。終着列車は種別のほか、特急の場合始発駅も流れる仕様になっています。3つ目は、まもなく0番線に列車が入ります。というように列車が入線する旨を簡易接近で流した上で、その列車の詳細案内を流しています。
4つ目は、まもなく1番線に大阪行き特急しなの16号が到着します。のように簡易放送を挟まずに、いきなり列車種別と行き先を案内するのが特徴です。他に特徴はありますか？普通列車の場合、3だけ種別を言わないという特徴がありますね。あと2と4だと、ご乗車のお客様は降りるお客様が済んでからご乗車ください、お言いますね。あとは6番線だけ言う。ラッシュ時にお客様には整列乗車のご協力をお願いいたします、というアナウンスが流れます。それ以外ですと、回送列車はともかくとして、松本駅が途中駅の列車に関しても発車時刻に関する案内がないってことですね。それぐらいですか？あとごく稀に簡易放送になることがあります。次に紹介する簡易接近放送とは別ですか？別ですね。この点もぜひ聞き比べてみてください。このパートでは列車が入線する直前に簡易接近放送を流すことで注意を促しています。具体的には5点チャイムが流れた後に、1番線に列車が到着します、危ないですから黄色い線までお下がりください、という放送が2回繰り返されます。基本的にこの番線の部分が違うだけで、他は全て各番線同じ放送になっています。基本的にってことは例外があるってことですか？鋭いですね。一部の貨物列車や臨時列車の場合、放送分は全く同じで、列車がの部分のアクセントが異なる放送が流れる場合があります。あくまでもそういう場合があるというだけで、必ずそうなるとも限らないのがミソです。使用基準は中の人のみぞ知るってところですか？まさにその通りです。あと車庫からの回送列車の場合、放送自体流れないことがありますね。これもいくつかパターンがありますので、分けて解説していきましょう。まず1と2ですが、こちらはおなじみ松本で始まる放送です。第 6.5 回でもお話ししましたが、松本駅が途中駅の場合は2回、終点の場合は3回連呼します。松本駅終着の特急の場合は特別仕様として、種別プラス愛称名を読み上げるという特徴があります。3の場合は、JR 松本駅をご利用くださいまして、ありがとうございます。で始まります。これに関しては実質次に紹介する停車中放送とほぼ同じ内容になっています。到着放送といえば乗り換え案内も外せないですよね。そうですね。方面案内は確認できているだけでも上記のパーツが存在し、それぞれ行き先や種別によって使い分けられています。塩尻方面の案内が他と被っていますけど、これはどういうことですか？制作者もいまいちこのパーツの使い分け方がわからないって言ってましたね。中央東線方面の普通列車で使いたいなら上諏訪方面で良さげな気がするんですが、なぜか塩尻方面のパーツを使う列車があったりするんですよね。この辺は中央西線方面の普通列車の案内と合わせて、今後の研究課題になりそうって感じです。でも毎回この方面案内を全部流しているわけじゃないんですよね。もちろん全ての方面を案内するわけではないですし、列車によって案内する方面もまちまちですが、方面ごとに流れる路線の選択肢は決まっています。当たり前だけど、この乗り換え案内って到着した列車に乗っていた人向けに流れる案内ですから、当然その列車が経由してきた路線や、これから向かう路線に関する案内は流れません。わかりやすいように、ここから先は図にしてみていきましょう。まずは中央東線から。この列車の場合、松本駅には南側から進入することになるので、乗り換え案内で流れるのは篠ノ井線長野方面と大糸線の案内になります。中央西線も同様ですね。次に篠ノ井線長野方面。こちらは途中駅の場合は大糸線の乗り換え案内。終着の場合はこれに中央東線と中央西線の案内が加わりますね。最後に大糸線。こちらは途中駅の場合、篠ノ井線長野方面。終着ならこれに中央東線と中央西線の放送が加わるのが最大のパターンです。とはいえ接続の兼ね合いもあるので、これが全て案内されるケースはほぼないと言っていいと思います。
こうして見ると長野方面の終着と大糸線の終着が、一番乗り換え放送が多く流れやすいってことですか？個人的な感覚で言うと大糸線は各駅と特急両方案内するケースはないですが、長野方面の場合その可能性が十分ありますから、なるべく長い乗り換え放送を聞きたければ、大糸線ホームで待機するのが良いと思いますね。松本電鉄の案内はどうですか？以前は松本電鉄が走っていない早朝深夜の例外を除いて、ほぼ全ての列車で聞くことができましたね。以前は？はい、以前は、です。これに関しては後ほど詳しく説明しますね。あと言い忘れていましたが、乗り換え案内で読み上げる列車の情報は、種別プラス行き先のみで、信濃81号、や、あずさ55号、といった愛称名や号数を読み上げたりはしません。それから松本駅での停車時間が短い列車を中心に、この乗り換え案内放送が流れない場合もあります。松本駅が途中駅の列車では全く流れない、というわけではないんですが、基本的に松本終着の列車で流れるという認識の方が正解だと思います。他に特筆すべき点はありますか？これはまだ仮説の段階なのですが、臨時列車に関してはこの乗り換え案内では流れない仕様になっているみたいですね。あとごく稀に乗り換え案内のセリフ回しが変わることがあります。何ですかそれ？基本的に乗り換え案内は自動放送編でも流しているように。長野方面は2番線から11時5分発特急長野行きをご利用ください。という言い方をするんですが、このパターンになると。上諏訪方面は5番線の12時42分0番線といった感じで微妙に言い回しが変わるんですよ。あれ？台本によるとこの放送、自動放送集に収録してないらしいですけど、なんでですか？まあそもそも何の列車で収録したか忘れた、という問題もあるんだけど、根本的には、聖徳太子専用放送状態だったからですね。まあ要望があったら後に出す列車種別ごとの自動放送集に収録するということで。そうしましょう。ここからはなるべくペースアップしていきますよ。ここまでの説明に時間をかけすぎたね。大丈夫、停車中放送はサクッと終わらせますよ。で内容ですが、停車時間がある程度確保されている列車において、基本的に松本駅が途中駅の列車の到着放送とほぼ同内容の案内が放送されます。列車によりますが、2回繰り返し案内をするケースが多いです。以上、説明終わり。これに関しては単純に発車予告放送が2回流れるだけで、特に特徴はないですね。強いて言えば一部の優等列車で次の停車駅案内が流れる場合がある、くらいでしょうか？あとは信濃号でよく切られるぐらいかな。ああ、切られる。これは番線ごとに用意された簡易発車放送と、発車メロディーが同じタイミングで流れる感じですね。簡易発車放送ということは、番線が同じなら全種別同じ放送が流れるということですか？そういうことですね。発車メロディーなんですが、強制的に発車放送と被るように設定されているので、被りなしのメロディーを録音したい人は素直に諦めてください。個人的には発車放送と被っていた方が、その駅で流れていた。っていう記録になりやすいと思うんですけどね。せっかくなのでもう少し発車メロディーの仕組みについてお話ししましょうか。発車メロディーはいわゆる JRSH と呼ばれるもので、オリジナルのアレンジをしたものが全番線共通で使用されています。メロディーは発車放送より少し早くなり始め、具体的には2番線から列車が発車します。危ないですから黄色い線までお下がりください、といった感じで駅コーラス流れます。松本駅はワンプッシュによって必ず発車メロディーはフルコーラスが流れる仕様になっており、このまま何も操作しなければ無理なご乗車はおやめくださいと流れ、放送はおしまいになります。もしさっきのタイミングでもう一度スイッチを押した場合どうなるかというと、
もう一度発車メロディーと発車放送が流れます。音鉄的には車掌さんのスイッチを入れるタイミングによる放送の違いを楽しむ形になりますね。なおこの松本駅自動放送集動画では、無理なご乗車はおやめくださいが流れる前に扱った発車メロディーの回数をコーラス数として数えています。つまり無理なご乗車はおやめくださいの前に発車メロディーが2回なったら2コーラスなったということです。まあ大筋の流れとしてはこんな感じですね。そういえばさっき現在の放送とは違う的な話がありましたが、そうでしたね。E5 K 君は松本駅に補助放送が追加されたって話は知っていますか？第7回の収録の時に噂だけ聞きましたけど、あれどんな放送なんですか？実は最近になって沢田さんの放送とは別の放送が追加されたんですよ。早速声を聞いてみましょう。3番線に到着の電車は回送電車です。ご乗車には慣れませんのでご注意ください。 The train arriving on platformNumber 3 is out of service. Please note that passengers cannot board this train. あ、この声聞いたことあります。東京駅のコンコースとかで特急列車の案内をやってる人ですよね。詳しいことはまたの機会に名列車自動放送編で紹介しますが、この放送が沢田さんの補助放送として、主に特急しなのの案内を中心に松本駅で流れるようになったんですよ。この新たに追加された補助放送なんですが、確かに英語放送や列車の遅延案内も行われるようになって旅客案内サービスの向上につながっているんですが、逆にこの放送が流れる時間をある程度確保するためなのか、上のおばさんの放送が簡略化されるようになってきたんですよ。その煽りを最も受けているのが到着放送とそれに合わせた乗り換え案内なんです。その結果、乗り換え案内で松本電鉄が流れないパターンや、放送パーツを簡略化したものが出てきているんです。第7回で紹介したあずさ26号の放送もその影響で変わってしまっているんですよ。そんな。とはいえ今のところは沢田さんの放送の魅力が失われるほど変わってしまったわけではないですし、制作者が補助放送というだけあって力関係は沢田さんの方が上ですから、まだしばらくは沢田さんの活躍を見ることができると思いますよ。よかった。165系が存在していた時代からほとんど変わらず使用されてきた松本駅の自動放送ですが、さらなる旅客案内サービスの向上やインバウンド向けの英語放送の追加など、時代の流れに合わせた変化を見せ始めています。松本駅を訪れる際には変革期を迎えている駅自動放送にも、ぜひ注目していただけたらな、と思います。で、これ自動放送編の松本駅3の締めのセリフじゃないですか。何やらかしてくれたんですか、制作者。こうして松本駅3は、お蔵入りになったのでした。不吉な発言、禁止。さて、これにて松本駅自動放送解説は以上となります。当初の予定ではこのまま自動放送週に突入、という流れにする予定でしたが、さすがに長すぎるという制作者の判断で、動画を分けることにしました。なお自動放送週では、皆様の視聴を邪魔しないようにするためにゆっくり解説はありません。その代わり、解説パートで説明しきれなかった内容を字幕で補足していきたいと思いますので、その点はご安心ください。それでは最後に上のおばさんと補助放送の戦いの様子をお聞きいただきながらのお別れとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。特急しなの、まもなく3番線から回送列車が発車します。まもなく3番線から回送列車が発車します。雪は、急病のお客様救護の影響により、13時16分ごろ、3番線に到着する予定です。特急しなのをご利用のお客様にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。